なんで四条千尋が俺みたいな無名な役者を指名したんだ。売れてたら顔バレるじゃないですか。ちょうどいいんですよ、そこそこ芝居ができて顔の売れてない荒木さんが。彼氏に合わせるから本物の父親のふりをしてくれって。意味わかんねえよ。さっき説明したじゃないですか、四条千尋の恋人はあの電機メーカー藤間の御曹司で、非正時の四条千尋はお坊ちゃんの恋人にはふさわしくない。そこで荒木さんが父親のふりをしてごまかすんですよ。こんなの役者の仕事じゃねえよ。四条千尋の事務所に貸しを作ればテレビの仕事がもらえるかもしれない。チャンスと思って頑張ってくださいよ。でもなぁ、これ断ったらもう仕事触れませんよ。ちょっとやりすぎじゃない？すいませんね。うちはちっちゃい事務所だから今回の件かけてるんですよ。まあいいや。はい、これ今日の設定。経営コンサルタント。そんな当日渡されても。それくらい即興でやってよ。なんで役者やってんの。じゃあよろしくね、荒木陽介さん。お待たせ。こちら恋人の藤間さん、父です。いつも娘がお世話になっております、父の四条陽介です。藤間電機の藤間勝則です。いやでもこんな人目につくところじゃなくてもよかったんじゃない。お父さん遊園地が大好きなの。え？そうなんです、私遊園地に目がないんです。昨日も興奮して眠れなかったんだよね。年がいもなくワクワクしてしまって。ああ早くジェットコースター乗りたい。それは気づかずに失礼しました。今日は固いこと抜きで遊びますか。ええ。あれ、あれから乗ろう。これから乗りたい。そう、豚ひげ。豚ひげ乗る？豚ひげ、これ乗りたい。じゃあ乗ろっか。あ、あれがいい、あれ。
次あれ乗りたい早く行こうって早くすごい楽しかったね楽しかった初めて乗ったのジェットコースターお父様は経営コンサルタントをされてると伺ったのですが専門はどちらになりますか？え？あ、いや、一口に経営コンサルタントといってもいろいろありますよね。財務、人事、業務。いや、その、あ、なんか喉乾いちゃったな。藤間さん、飲み物買ってきてもらえる？あ、うん、わかった。もっとスラスラ答えて。遊園地に行きたかったのってお前だよな。は？父親いないんだろ。本当は御曹司が関係なくってこういうのに憧れていただけなんじゃないか。そんなわけないじゃん。なあ、なんで俺なんだ。売れてない役者なら他にたくさんいるだろう。君がいた空。あんたが父親役で出てた10年前のドラマ。え？あんなエキストラみたいな役で俺を選んだのか。私には理想の父親に見えた。それからテレビで見るたびにあんたを応援してた。でも最近は全然見なくて。俺にファンがいたのか。でも3年前のあの舞台、あれ何？顔に全然力が入ってない。あんな最低な演技見たことないんだけど。あれはもうすぐ死ぬってそういう演技なんだよ。ま、俳優歴の浅いお前にはわからないだろうけど。はは？観客に伝わらなくて演技って言えるの？見てるやつのレベルが低いんだよ。そんなんじゃ仕事来ないよ。うっせえな。逆にこびてまで続けないと思わねえよ。俺、こいつの父親じゃねえんだわ。どういうこと？降りた！今日俺四条一郎の件降りたから。はぁ、いや、あれさ、マジで言ってます？すいません、もう一回かけます。荒木さん、荒木
なんだよ、また来ちゃったの。え？長友静香さんをご存知ですか？あなたが高校生の頃です。長友先生、なんでお前が長友先生知ってんだ？口にしたなら最後まで言えよ。千尋さんの本名は長友千尋、長友静香さんのご息女です。千尋さんは あなたの実の娘ですよ。知らなくて当然です。教育実習生だった長友先生は妊娠が分かるとあなたの前から姿を消した。長友先生は私の家庭教師でした。千尋さんとは恋人同士ではありませんが、兄のように彼女を見守ってきました。一度でいいからお父さんに甘えたい、そんな千尋さんの夢を叶えるために今回協力することにしたんです。じゃあよろしくね、荒木陽介さん。私には理想の父親に見えた。お父さん、あれなの？次あれ乗りたい。早く行こうって、早く。ちいちゃん、あなたの話をするとき嬉しそうに笑うんですよ。なんで？藤間さんから聞いた。もう一度遊園地に行こう。え？今日遊園地途中で終わっちゃったから、明日二人で一緒に遊園地に行こう。これからは俺がどこでも連れてってやる。君が、千尋がやりたかったこと一緒にやろう。千尋、そんな急に態度変えられても信じられない。分かってる。いきなりってわけじゃないかもしれない。でも必ずお前にふさわしい親父になってみせる。信じてくれ。待ってよ。ちょっと
他に欲しいものあるか？え？他にいっぱいあるけど、もう何もいらない気もする。どっちだよ。うん、お父さんは？俺はこういう時間かな。役者やって全然ダメで、俺には親子とか家族とかそういう道はないんだろうなって諦めてたけど違った。これからは千尋との時間を大切にするよ。役者の仕事より？そうだな。じゃあ演技に関係するもの全部捨てて。え？お父さんがこのまま役者続けてたらいつか私の前からいなくなっちゃうんじゃないかなと思って。怖いの。私のこと一番大事に思ってくれてるなら役者の仕事辞めてずっと一緒にいて。家も仕事も私が用意する。だからお願い。分かった。約束だよ。俺には才能がなかった。潮時だよ。何調子乗っちゃってんのこいつ。彷彿だってさ。さあ俺の心は決まった。あとはお前の好きにするがいい。どうかお前たちを幸せでいてくれ。死後の世界は未知の国だ。旅立った者は一人として戻ったためしかない。生死に関わるほどの大事業が、そのためにしか道を失い、吠える。今年度の新人賞は新
崎陽介さんです。父親にはなれない。どうして？すまない。二度と会わない。ほんまよく顔出したな。どんな役でも構わねえ。俺に仕事をくれ。話になんねえ。もう俺にはこれしかないんだよ。ギャラが出なくたって構わねえ。一からやらせてくれ。俺にチャンスをください。お願いします。やらせてください。お願いします。お願いします。おはようございます。荒木陽介と申します。よろしくお願いします。おう、何待ち？いや、雨っすね。よろしくお願いします。本当にこれでよかったの？ちいちゃんの読み通り、お父さんもう一度本気になったみたいだね。あの人気づいてないんだな。娘からこんなに愛されてるなんて。お願いします。シーン21、カット1、トラック1。よーい、はい。おい、お前顔見せろ。なんすか？なんすかじゃねえだろ、顔見せろ。おい、やめてくださいよ。
お前何やってんだよ、そんなとこで。知りません。お前役持ってんだろ。持ってません。役持ってんだろ、これ。持ってません。ポケット見せろ、ポケット。やめてください。やめてくださいじゃないだろ、ちょポケット見せろ、ほら。やめて。ほら。やめろって。やめろじゃねえだろ、お前何やってんだよ。やめろって。